子供たちは、ロシア風に遊ぶは、1993年に制作、放映された、ジャンリュック・ゴダール監督のアメリカ合衆国、スイス合作のテレビ映画である。本作は、テレビ映画として制作されたため、カロリーヌ・シャンプティエが、ベータカムで収録している。カラーのベータカムで収録されたドラマ部分と、白黒の旧作ロシア映画が多数引用されている、部分とで構成される。 ラバルト金英、ゴダール自身が演じるのは、王子と呼ばれる白地のシネアストミシュンで、小さな兵隊以来のゴダール組の常連俳優だった、ラズロサボが、ハリウッドのメジャースタジオからやってくる、映画プロデューサーを演じている。ニコラス・レイ、ある反逆者の肖像をはじめ、多くの著書を持つ、映画批評家のベルナールエーゼンシッ室、ドキュメンタリーテレビ映画シリーズ。 我らの時代のシネアストたちのメイン監督で、ゴダールを主題にした、恐竜と赤ん坊王等で知られるアンドレース・ラバルトが、普通に俳優として出演している。アンナ・カレーニナをモデルとしたアンナ・カレーニヌを演じるのは、前年1992年7月から8月に、撮影した、ゴダールの決別で、神と神に乗り移られた男を目撃したと告白する、女子学生オード、アミエル役を演じて、 映画デビューしたオード・アミオである。ロケ地は、ゴダールの本拠地であるスイスのボーシュ州ーロール、フランスのパリ、ロシアのサンクト・ペテルブルクで、1993年3月、および夏に撮影された。本作のエンドタイトルには、制作会社としてルート・バルトブルゲールのベガフィルム、ゴダールの JLG フィルムというスイス国籍の2社が、クレジットされているが、 アメリカのアレッサンドロチェッコーニのチェッコフィルムズも制作に関わっている。白地のシネアストムイシュキン王子がハリウッドのメジャースタジオのプロデューサーのジャックからの依頼で冷戦後のロシアについてのドキュメンタリーを撮ることになった。ありがとうございます。